こんにちは、セナです、マグマの地、これは地下空間ってわけじゃないんだよね。薄暗がりの曇天、右手側のルートはこう Y 字に分かれてます。右手側のルートは3枚ぐらいこのベニヤ板くぐり抜けてると思うんで、なかなかショートカットはできると思うんですよ。で、左上見てください。レベル55にしておきました。前回から1レベル上がった。ん？待って、あそこ見て、目の前12時の方向、なんかいません？まだ見えない、まだ見えない。ジャキジャキしてて、でここから先は敵いるんで、しっかりセーブしてくぐり抜けていきましょう。切った張ったの世界ね。うわあ、もう登場モーションもなくいるリヴァイアさん格好もの。いや困るわー、この物量。くそったれ。あー、生き返っちゃった、生き返っちゃった。3回ぐらい、亡くなっても大丈夫な命の玉が今1個消費されてしまいました。早速、いやこれ、いや本当にリヴァイアさんの火の玉無重力世界、あいつが本当に厄介。回復する間だってないよ。避けて避けて避けて、こうして、あーでもだ、いえ丈夫じゃないよ。もういよいよさ、抗議の電話入れたい、マジで。ミノタウロスは、ミノタウロスはもうちょっとで倒せるんだけど、ミノタウロスはもうちょっとで倒せるんだけど、フットワークが軽くなりました。いいよ、でもいいよ。あ、ちょっと待って、マグマにも落ちるし、マグマにも落ちるし。くっ、うっけ、ほいっけ、待て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 、回復する糸間だってこれ与えてもらわないとやね。落ち着いて落ち着いて落ち着いて、まずはしっかりミノタウロスの皿、こいつばっかりはもうしっかり倒しきるところまで行きたいですからね、行きたいですからね。はい、わあ飛んだれ。あ、おおおおおお、この出っ張りが世界を救った。よし、で、あ、倒した倒したぞ。今なんかフレンドリーファイヤー感はあったけど、よし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 。あれ、これミノタウロスを倒したらもしかして開かないよな。こっちでした、本編。あ、やっ、削り切れ、よし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 。1万エクストラポイント、1万エクストラポイントなんですけど、次経験値20万、インフレも甚だしい。ここまでやってきたわけなんですけれども、せや、なんかケルベロスっぽいね。なんか宝箱とかあったりとかっていう可能性だってなきにしもあらずか。じゃあ一回グリフィンの翼を使って寝に帰ります。ここまでクリアしたんだっけ。こっから先か、未開ゾーンは。そっけ、あ、ここからだな。じゃあ一回セーブして、あれ、なんか敵キャラ変わってない？ケルベロスの方がやりやすいんだけどな。あ、あ、違った違った違った、このもうちょっと先だ。あ、こっからね、こっからね。よし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 、一回セーブしますよ。はーい、もう火山近いな、意外と。はい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 、まずアイアンマンね。あ、当たりどころね。はい、でリヴァイアさんが出ない、出てる、もう本当にこいつ。痛恨のミス。ただこれで倒しましたね、倒しましたね。さっきのケルベロ、あ、宝箱宝箱、さっきより全然楽に済んだ。えっ、スペルカード、あー、まあ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 、いるんじゃない。こっから、あ、乗り越えた、普通の陸のことになりましたよ。これはありがたいですね。で宝箱とかキメラ、あ、残りが、向こうにも宝箱があったり。ただ気になるのは、あ、あそこ見えてたのはキメラだったんだ。で、宝箱はこれ倒さないと取れないでしょう。今はヤニモニしている場合ではないのか、もみもみ。もうだって火山すぐそばじゃない。あ、使ってるよ、宝箱。そんな、足先ぐらいだったらこれマグマ大丈夫なのかな。
そう。あ、なんかチャプチャプ。あ、ちょ、チャプチャプ。チャプチャプ。チャプチャプできていいの？攻撃スペルカード。あれ？待てよ、じゃあ。あ、浅瀬と深いところ。ああ、大きい。こことか大丈夫なんじゃないかな、僕の見た。いや、ああ、これいけるかどうかため、いけた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 。で、宝箱、宝箱。敵がいないところだったらこれ開けられるだろう。グツ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 。わ、スペルカードだね、さっきからね。あれでもこれキメラが出張サービスしてるわけだから。あー、バカ。これ、この先、ちょっと待って。もう、入っちゃって大丈夫なのかな？宝箱は開けれる。古代の薬草。おーおーおーおお、魔法陣が出てきました。一回セーブを挟んどいて、これね、ワープできるようになったらめちゃ、あえ？びっくりした。おーおーおーおおお、僕たちが競り上がったのか、これ。あ、もう、ドラゴン出てきた。もうドラゴン出てきた。やばい。ラスボスか？流れるように。ただ、ワイバーンの方が、ブラックドラゴン、くだらん人間ごときがここまで来るとは。お前たち人間どもは我に支配されるのだ。我が直接、お前を、我が直接。あー、ドラゴンはいきなり攻撃しがち。ワイバーンよりはるかにでかい。はるかにでかい。一回帰ろう。あー、おー、準備は整いました。もうこれが僕たちの持ちうる最大戦力。薬草も十分。さあ、競り上がって、ぬるっとブラックドラゴンが出てくる。で、あの、場外負けありますね。我が直接か。なるほど。我が直接じゃないね。我が直接だ。いや、ちょ、待って、攻撃力高っ。どうしよう。攻略の糸口。まずね、メテオっていう。ほら。お、結構食らうじゃん。結構食らうし。しかも、ピヨったよ、ピヨったよ、一回。これはいいや。待て。一回その噛みつき避けて、頭にメテオ。クラッシュ、クラッシュ！これじゃない？もう、ワイバーンの時同様、これで地道にやるしかないんじゃない？ね、噛みついてこい。裏でも噛みついてこい。メテオだ。いいね。めちゃくちゃ魔力は食うけどな。あ、飛んだ。飛ばれるとメテオって、このエクリプスメテオって、なすべないの？メテオなのに。うわあ、だね、ワイバン、うおぉ、これ、側が変わっただけだぜ。そうだな。あっち、それ広範囲かもしれない。ワイバンよりかは。なるほど。どこ行ったんだ、あいつ。え、場所替えか、それだけ。あ、いや、回復されてる、回復されてる。嘘だろ、初めてボスが回復。いやー、終わった。これベホマ使われた。あ、あれ、攻撃モーションが変わるちょっとした間なんすよ。あ、いやー、焼き尽くす、焼き尽くす。これはめちゃくちゃ広範囲。ワイバーンの火ではない。一回降りました。おお、あっ、あっ、あっ、了解了解了解。あっ、いけ。あー、遅かった。なんだお前。あっ、ほんと、ワイバーンさんがずっと飛び上がって、この破壊光線しか撃たなくなりました。あ、長い時間をかけて、56レベルまで持ってきました。でね、宝箱とかまだ開けれてないやつあったんですよ。
でちょいちょいやってると天使の涙 MP200×2 だったりとか、かなり粒揃いというかもうこれ以上はない。あー、火山の爆発音。じゃあもう倒します、今回で。でかいな。もういいぞ。何してんのこのドラゴン。皆さん、ドラゴンに対して攻撃する手段がなくなったというか、なんというか、ドラゴンに攻撃できないんですよ。くれ、母もおら。もうあと10レベルぐらいレベル上げなきゃ無理。帰る。チョコボーイ米倉の食いちん坊万歳。あーギュオーグ。ああ終わるよ終わるよ、もう終わっちゃうよ。抜刀しよう。居合抜きだ。いや間に合わねえ、間に合わねえよこれ。俺間に合わねえよ。いやーいやー、あー